はい、どうもこんにちは、チュン吉です。まあ、久しぶりね、チュンちゃんログインしました。まあ、今日はね、こちら、まあ、OK の迷宮にいるんですが、アンちゃんとね、一緒にね、ね、あのチュン吉のバージョンはこんな凛々しいアンルシアとなっております。高吉はちょっといかがわしいけどね、違うか。はい、で、今日はですね、まあ、奇跡のベルト集め、効率よく集めようっていう動画なんですが、まあ、最近ね、ルベランゲス来て、皆さんね、必死こいてね、頑張って集めてるんではないでしょうか。特に、鳥系、プラス、まあ、ステータスっていうのをね、効果集めてると思うんですけども、はい、まあ、いらないね、植物系やらね、悪魔系やら、なんでそれがついてるんだよ、っていうね、まあ、憤った方も中にはいるんではないんでしょうか。今日ライブで、ちょっとコメントがあって、実はいい集め方ありますよっていうね、コメントがあったんで、それを皆さんにね、ご紹介していきたいと思います。ただこのやり方は、これからね、エンドコンテンツ行きます。だからどんなベルト、どんな特攻系ベルトのもいいんで、とりあえず欲しいんですっていう方はおすすめしないんですが、例えば今回みたいに鳥系のみを狙いたいっていう方はかなりおすすめだと思う。まあ今からね、ちょっと検証していきたいんですけど、それを。割とその方は、ライブのコメントでいただいた方は、意外に出ますよ。鳥系プラス何かっていう。といったね、コメントをいただいたので、早速ね、ちょっとね、じゃあやってみようかっていうことをね、検証していきたいんですが、ただこのやり方だと、ちょっとね、まあ他にいらない効果がもしかしたらついてしまうような、まあリスクはあるんだけど、まあ封印、どれを封印するかによって、まあ変わると思うんですが、まずね、やり方は、まず封印の効果をリセットします。まあこの時ね、封印の砂50個必要なので、まあ50個は貯めておいてくださいね。はい。で、封印を、解きます。リセットします。まあこのままだとね、全部のね、効果が入った奇跡のベルトしか手に入らないので、もちろん今から封印をするんですが、まずね、まず、やるべきは、欲しい特攻系以外は全部封印をする。ゾンビ、植物、怪人、悪魔、そして、まあ、鳥系以外のものね、特攻系を全部封印します。スライム、マシン系、水系。はい、これね、全部特攻系を、しました。なので、鳥系ピンポイントでもらえるってことですよね。じゃあ次に何をね、封印するかというと、まあ、まあ、とあるね、ブログを見たんですけど、ちょっと名前は許可取ってないんでね、言えないんですけど、実はこの奇跡のベルトの効果って、回ってる人分かってると思うんですけど、つきにくい効果っていうのが中にはあるんですよ。うん、これはちょっとつきづらいよ。出づらいよ。っていったね、効果が。それは何かと言いますと、まあ、そのブログに書いてあったのが、このガード系。うん。ガード系の効果ってなかなかつきづらいみたい。まあ、その人曰くね。そのブログ曰く。まあ、なので、それ以外の、まあ、レアドロとか、ツードロとかも、正直ね、つきにくいよね。これも。なので、一番いらないつきやすい効果っていうのを消していけばいいと思います。まずじゃあそれは何かと言いますと、おっとごめんなさい。虫系と獣系もあったね。ごめんね。これもちょっと封印していくね。これも封印してって、まあ残り、29個だね。29個封印するんですが、何を封印するかというと、攻撃時系。これはね、割とね、出るんだよね。なので、まあこういった効果をちょっと先に優先して、消していきたいと思います。攻撃時。ヘナトス、攻撃時、ルカにね。まあ、ルカにヘナトスは残しといてもいいような気がするんだけどね。まあ、今回は、ちょっと全部消しときましょう。攻撃時。びっくりした。なんで今キャンセルされたんだろう。よいしょ。で、消してく、武器に、あと、回戦時系かな。回戦時系も割と出やすいと思うので、これも、消していきたいと思います。まあ、中にはあってもいいような効果があるので、特に天使ね。天使は回戦時ついたらね、ラッキーなんで、キラポンも意外にいいのかなとは思うんだけども、ね、天使とキラポンって結構ついて嬉しいよね。で、こういったものを
消してきます。マホトロの衣もまあいらないでしょう。で、あとがまあ残りはどうしような。あと危な、ドラゴンもね、ちょっと消し忘れてた。危ねえ、ちょっと竹ちゃん見てくださいよ、ちゃんとって。危なかったね。まあこういった、鳥系以外のものと攻撃時、まああらかたね、出やすそうなやつは、消しました。まあ、これで、まあ60個あるので、これ全部周回して曲箱をもらっていきたいと思います。今から。さあ、迷宮へ行く。さあ、ということで、ボス来ました。もう本来な、これレベル1だったらね、あっという間なんだけど、ちょっとレベルがね、5になっていくので、意外に強いんではないんでしょうか。ちょっと体力があるからね。いや、これが結構、狙ってできるんであれば、かなり効率いいよね。ただ、ただ毎回リセットするために50個必要ということと、まあ、先ほども言ったんですけど、いらない効果もね、中にはちょっとついてしまうので、それがちょっとね、ついた場合悲惨だよな。はい、ということで倒したので、まあ、曲箱をね、2個しっかり回収していきました。これをね、残り奇跡の石、なくなるまでね、ちょっとやっていきたいと思います。ん？何やら、あ、ちょっと待って。謎の亡霊で1個もらえた。ちょっと高木っちゃこれ60個以上やったでしょとかって言われるとあかんから、今謎の亡霊から1個もらったので、まあ、プラス1個追加されます。はい、ってことで、60個分、やりました。はい。勇気の奇跡、残ってません。何個取れたかというと、曲箱21個。さあ、ここからね、やっていきたいと思います。神ベルトは出るんでしょうか？さあ、まず9個、開けます。このガチャが結構楽しいんだよな。何の効果がついてんだろう、ドキドキみたいなね。さあ、どうだろう。ドン。MP 消費しない率、雷の時、光の時、器用さ18。風の時、釣りの時、MP 消費しない率、鳥系。あ、鳥系。これ残念。土の特技、守備力24。闇の属性、呪文か。おっと、ここで、耐性系ががっつり続いてるね、これ。呪い、眠り、魅了、会心率、闇の呪文。さあ、おしゃれ。あ、おしゃれついてるやん。でも、おしゃれなかなかつきづらいのかな。幻惑ガード。あ、来た。鳥系の 9%。うわ、なかなかステータスと一緒につかないね。これ、すごいな。素早さ、おしゃれ、移動速度に、雷の特技11、攻撃魔力20。さあ、なもって、戦闘処理実習。あー、これが来たのか。で、ツードロー。まあ、これは、ちょっと外れだね。なので、まあ、ちょっとね、封印の効果、これで増やしていきたいと思います。さあ、2発目いきましょう。ドン。攻撃魔力26の、怯えガードの、斧の時11、移動速度。あ、鳥系結構つくじゃん。あ、いいじゃん。NP と移動速度と鳥系。あ、これ、意外にありだぞ。眠り側の銃の、これはちょっとダメだね。でもやっぱり耐性系はちょいちょいつくね。つくんだけど、回線時 10%、HP10。でもって、2ドロ 1.1、最大ヒットポイント10、麻痺ガード。あ、来た。鳥系にダメージ 7%、怯えガードがついてる。回復魔力。あ、なんでもって、器用さ24、呪文速度2、2ドロ1。ツードロ結構つきやすいな、こう見るとな。さあ、ラスト曲箱3つとなりました。いきましょう。さあ、ドン。あ、来た。おーっと、これ移動速度 3% 取り消え。7か、ちょっとつらいな。7がちょっとつらいな。でもこれ割り足りなんじゃないでしょうか。そして、縛り12、ヒットポイント10、おしゃれ12、攻撃力18。NP8 いらねえな。移動速度結構つく。
はい、これ残念ながら終わりなんですが、割とこれは使えるんではないんでしょうか。特攻系はかなりね、つきやすいと思うので、まあ、鳥系プラス何か欲しいよっていう方、まあ、今移動速度と鳥がね、まあ、かなりいいベルトだったんですけど、この選別はかなりいいんではないんでしょうか。例えばバラシュナの、紙ベルトが欲しいっていうことなんであれば、まあ、ドラゴン系以外を封じて、さらに、まあ、特技もいらないのでね、こういった特技も全部封印して、あとは、まあ、回旋時系、攻撃時系を封印していけば、割とね、出やすいんじゃないでしょうか。まあ、種族特攻だとか、そういったものをピンポイントで狙いたい方は、このやり方をね、なかなかちょっとね、いいベルト出ないんだよっていうお悩みの方は、まあ、これをやってみてはいかがでしょうか。はい、ってことで今日はね、種族特攻をね、ピンポイントで欲しい。まあ、そっからプラスアルファね、神ベルトを狙いたいよ。まあ、プラスアルファ効果が欲しいよっていう方はね、このやり方でやってみてはいかがでしょうか。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。 Thank you.